812は、1963年製作、公開のイタリア・フランス合作映画である、モノクロ映画、別代、フェリーニの812。本作のタイトルは、本作がフェリーニ単独による8作目の作品であり、さらに、フェリーニの初女作、寄せの脚光で、アルベルト・ラッテュアーダが共同監督をしたのです。それを半分として加えると、 八二分の一本目の作品となることにちなんで付けられたものであり、それ以上の特別な意味はない。映画監督を主人公にしており、現実と虚構の世界が交錯する構成を持つ。特にラストシーンの趣向は内外で無数とも言える作品に影響を与えた。日本では東和株式会社が輸入し、1965年9月26日、 同社及び ATG の共同配給で公開された。ちなみに、ナインは本作をミュージカル化した作品である。また、ピーター・グリーナウェイ監督の映画、812の女たちには本作が登場する。著名な映画監督のクイドは、新作の構想と療養のため、温泉地へとやってくる。しかし、一向に定まらない。 映画内容と周りの出資者に接する苦悩だけが積もっていく。いつしかグイドは自らの理想の世界へと現実逃避する。それまでの登場人物たち全員が何の説明もなく現れ輪になって踊る有名なラストシーンの直前にグイドの独白として人生はお祭りだ。一緒に過ごそう。というセリフがある。このセリフがラストシーンを暗示する。当初、 幽霊のような白い服を着た登場人物たちが列車に乗ってどこかへ向かうシーンがラストシーンとして撮影されていた。食堂車のセットに満員の乗客、乗客のアップ、セリフなしという葬式のようなシーンである。グイドの人生はお祭りだ。という独白の前の数カットに白い服を着た複数の登場人物が映っており、 この列車のシーンの登場人物を彷彿とさせる。だが、このラストシーンは破棄される。フェリーニは作品の完成間近に制作会社から予告編の制作を依頼される。この時撮影されたのがオープンセットで登場人物たちが輪になって踊るというシーンである。フェリーニはこのシーンをラストシーンとすることに決め、再度登場人物たちを集めて撮影を行った。 ラストシーンでは踊る人々が手を繋いでいたり、服装など予告編との違いがいくつかある。ラストシーンの前にグイドが自殺したことを暗示するシーンがある。右のポケットに拳銃が入っていることを示唆するセリフ、銃声、グイドの頭が床に落ちるというシーンである。その後、 輪になって踊るラストシーンにつながるため不確かな印象を与えるが、当初予定されていた葬式のようなラストシーンにつながると、グイドの自殺が鮮明となる。ありがとうございます。